2年か僕が、はいはい、この話のスタートですか。スタートそうですね、もう2年、本当はあの去年末ぐらいに動画上げたかったんですけど、うんうんうん、動画が壮大すぎて、そうですね、上げれず、なかなかね形にならず、タイミングとかもありましたね。タイミングもありまして、やっとこのエグい動画を形にできるという、うん、そうですね、現金と仮想通貨合わせて約4000万ぐらいですね。下げられたっていう話ですね。何してんすかって本当に何してんのって話なんですけど、警察に行きました。警察行ったらなんと、はい、いやこれはちょっと被害届はちょっと受理できないねと言われたわけですよ。ただこれに関しては基本的にこう詐欺の立証ってめちゃくちゃ難しいっていうのは知ってたんですよね。本当に詐欺の立件むずいっす。え、これ警察問題じゃないの？警察行きました。でもおとかわかんないじゃん。おー、ワンツジャパニーズポリス。ワンツジャパニーズポリス。ジャパニーズポリス。おー、そういう時やな。ドリス。どうでもいい。どうでもいい。どっちでもやほんなもん。警察行ったけど、やっぱりその騙したかどうかっていうのは証明できないじゃんと。まあそう、まあでも証拠はないってそういうことか。そう。っていうことがあったのが、この1年警察を使わずに追ったと。追ったと我々が追ったわけですよね。なんすごいぜ本当にこれ今みんな聞いたこの話ほんまに4000万詐欺した詐欺師を警察を使わずに捕まえると、うん、じゃあこの動画ヤフーニュースじゃこんなん確かにヤフーニュースだほんまに。ガチでしょ。だったらこれ連絡取り合って、で俺この後電話しようと思うんだよ。あら、405いない。もぬけの殻やね。右行くと大通りなんで、はいはい、大通り側に路上が悪いようだったら、この原因を話すことになります。すでにあなたに対する被害届が出て、この分少年も取っております。なのであなたに対する民事訴訟上の判決を下りています。あなたの仮差し押さえ処分も下りています。この人たちにさ、金返すし、700万、800万あるのに、いや、絶対あった方が、うん、もし契約のなんかあった時にこっちが、まあ、そうですね、誓約書をですね、サインしていただいて、で、ちょっと今後、どういう手続きで弁済していくのかっていうのについて、具体的に話をさせていただきたいと思います。潜入に成功した。ホテルに潜入に成功した。まあ、予約しただけですけどね。